皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日はシンガーソングライターの、川田美香子さんをお迎えしております。では早速ですけれども、ゲストの1曲からお聴きください。ということで、今日のゲストはシンガーソングライターの、川田美香子さんです。こんにちは。こんにちは。川田さんは、はい、イングレイスという、はい、名前で、ご主人の、フリューゲルホルン、はい、あ、フリューゲルホーン、あ、ホルンでいいんですかね。ホルンですかね。ホーン、フリューゲルホーンって私なんか言ってますけどね。先ほど素敵な、はい、演奏ご一緒に活動されているということで、はい、ご主人との活動はもう長いんですか？そうですね、やっぱり6、7年は経ってるんじゃないかと思いますけど、はい、イングレイスというのを意識して2人でやるようになったっていうのは、まあ、CD を出した時から考えれば2008年に出ましたから、まあ、そこからかなって気はします。なんか息もやっぱりぴったりで、あ、それはよく言われるんですよ。そうですよね。本人たちはあんまり気にしてないんだけど、よく言われるんですよ、やっぱり夫婦だなって。あと声のね、はい、柔らかい感じと、はあ、ホルン、そのね、それも言われるんですよ。あ、そう思ってくださったんですね。本当に心地よくて、あ、嬉しいです。癒しのサウンドですね。嬉しいですね。1曲目は、うん、どういう、曲ですか？Not to Us って言いまして、はい、英語で何か歌いたいと思ったんですね。ちょっとゴスペル調な感じでこうバーンと出すの何かないかなと思った時に、そうだ、神様のご栄光が現れるようにって、その頃本当にそうなかなかなれない自分がいたんで、うん、自分にこう言い聞かせたい思いもあって、うん、そしたらちょうどぴったりの御言葉があったので、私たちにではなく
ちょっと今ど忘れしましたけども、でもただ神様に栄光があるようにっていうことをね、英語と日本語で歌いたいと思って、でその曲の感じがあのシンプルだと思うんですけど、あの夫がちょっとつけてみようかって言ってくれたので、あのフリューゲルホーン の, あの響きとでなんかこうちょっと広がる感じになったかなと思うんですけど、それで私はあのいつもあれを1曲目に歌うんですよ。はなんかバッハのようですね。え、そうですか。なんかこう神様に栄光があって、あ、初めにね、最後に SDG って書きますよ ね, すね、バッハがね、すべて栄光がね、神様にあるようにって、本当にそう思って。あの、はい、普段のその曲作りでやっぱり聖書の言葉から、はい、あの曲を書くことが多いんですか。いや、そんなに多くはないんですけれども、あのたまたまその時あの何かこう詩編から歌いたいなって思ったり、まあ、するとこのそれをメロディーをつけて歌ってみたりっていうね。音楽自体は、はい、あのどういうきっかけでそのピアノが始まりだったんですか。ああ、そうですよね。きっかけと言われればピアノは3歳からやってたんですけど、ただあの嫌だったんですよ、先生が厳しくて。で小学校5年の時にはやめちゃってますから、ええ、あとはあのピアノピースを買って弾いてるぐらいで、でも弾き語りができるようになったのは40を過ぎてからですね。そうですか。であの歌はあの歌いたいなと思って、あのちっちゃい頃から人前で歌うのは好きだったらしいんです。でも本当にあの本当にこうライブのようにやりたいと思ったのはあの、まあ、高校で軽音楽部に入りましたんで、まあ、そのあたりからですかね。あの軽音でずっと短大でも軽音がなかったので、わざわざ歌であのそう歌いたかったんでボーカルとして、うん、はい、あのすっごい下手だったんですけどでもそれ軽音楽部っていうのがやっぱりきっかけと言えますかね。うん、なるほど、はい。そして自分でも曲を書くように、うん、書くようになったのは本当にこの最近、この最近、はい、もうあの不思議にもだからあの今は苦労してないんです、曲作りに。あんまり生みの苦しみとか思ったりしても意外とあのできる時は本当にできちゃうので、うんうん、あのそれは自慢してるんじゃないんですよ、これは。いやでもやっぱりそれが本当に神様からの賜物っていうか、ギフトね、私は思っています、はい、はい。昔は書けなかったです。あ、はい、自分で書こうと思っても、うん、なかなか書けなかったし、何を言いたいかもわからなかったから、なんかあの全然あの人が聞いても面白くないような内容を歌詞にしちゃったりっていうこともありましたしね。何かこうその時の自分と今とで何か変化があるんですかね。あ、もうそれはあると思います。やっぱりあのクリスチャンになって、うん、そしてあの私があのは賛美をするためにあの神様があの召してくださったっていうのをまあちょっと聞いたので、まあ、人があの神様の代弁っていうかね、あの言ってくださったことを聞いて最初は嘘とか思ってましたけど、あの本当にあの今はそれを信じてますね。だからあの言葉を与えてくださるし、そうすると昔あの一般の曲を作ろうとして全然できなかったのとはちょっと訳が違う、うん、で今あの一般のっていうかその御言葉を歌詞にしなくてもあのその思いで、はい、その本当に神様の思い出とかまだクリスチャンとしての思いであのこの周りを見てて曲にしたりとか、うん、あそういうのがねいろいろ。そうですか。じゃあまた、はい、2曲、2曲目3曲目と続けて、お願いいたします。それではお聴きください。
から私を取り囲み見てを私の139編を聞いていただきました、詩は私ではなく、オリジナルを歌わせていただいてますけれども詩は私ではなくダビデですかね聖書の御言葉そのまま、詩にさせていただきました、それでは次に、聞いていただきたい、歌がありますが、どうしたらこの歌がこれは電車に乗っていて、人身事故とかがよくありますね。よくアナウンスが入ってあなんだろうって信号機の事故だといいなと思うんですけれど人身事故でって言われるともうああってよく思ってきたその人たちに何か届けられなかったんだろうかっていう思いが何年も前からあったんですけれども、まあ、そのような思いで癒しの CD を作ったこともあったんですがその癒しの CD は、2004年ぐらいでしたか作っても結局なんか焦りで作ったのに教会の中から外に出なかったっていうか一般の人に聞いていただくのにはってちょっと思ったり去年の年末ぐらいからそんなことを思うようになりました。そして、私も好きでよく歌わせていただいている、あなたは愛するために生まれた、あ、君は愛するために、愛されるために、ごめんなさい、君は愛されるために生まれた、ような歌をまた作りたい、自分でも作りたいなと思いましたし、それから牧原、何でしたっけ、牧原何ゆき、もう彼の、世界で、たった一つの花でしたっけそういったそれは教会士の方から牧原さんが聞いて、そして本当にあなたが大切なんだとたった一つしかこの世界にないんだと本当にそのことを聞いて感銘を受けて作った歌だと聞いてますけれどもそのような歌を私も作らせていただきたいなって思ってでお祈りしていたらあっという間になんかできたのでこれはもう本当に与えていただいた歌だと思いこれを本当に聴いていただけたらと思って、そうですね YouTube とかにも載せたいと思ってますし、そして、生きる意味がわからない人本当に苦しんでいる人とかがこう検索して、もう消えてしまいたいなんていう人がこう検索してこの歌に当たってくれたらという思いもあります。初めて人前でやるのかな、ちょっとこのしっかりと詩ができてからは初めてなんですけれどもこの歌聴いていただきたいと思います。どうしたらこの歌があなたI'm not afraid to die.
ます闇の力
ありがとうございました。ありがとうございました。3曲目のどうしたらこの歌があって、はい、本当にそのメッセージが本当に込められていて、すごく感動しました。ありがとうございます。この曲はもう本当パッと与えられたんですか？そのような思いは長くあったと思うんですが、それを歌にしたいと思ってからは早かったと思います。時々こう言葉を変えたりはありますけども、大体 の, あのものっていうのはもう最初の時からもう溜まってるので、なんかそれを書き出してみればもう本当早いっていうか、でなんかその美香子さん の, そのビジョンの中で、そのクリスチャンじゃない人にね、その伝えたいっていうそういう気持ちがすごく伝わってきたんですけれども、そういう思いで書いたのは初めてなんです。あ、そうですか。今まで の, CD の中でもその匂わせてるっていうかね、ベールにちょっと包みながらも神様のことを賛美してたり、伝わるといいなとは思いながらも、実際にこう聴いてる人にこう歌いかけるっていう風にそういう形で作ったのは今回が本当に初めて で, うもう初めてこういうの作ったなと思うんですけど、だからこそもうすごくグーンときてね、ありがとうございます。ぜひ CD にしてほしいなと。はい、この間1曲、ね、録音してきたんで、もうその CD の形でもう無料で配ろうかなっていう。本当にこれ買ってくださいじゃなくて、もっと緊急だと思うんですよね。今はなんか音楽の聴き方もどんどん変わってきて、ね、YouTube とかそういうインターネットを通じてこう、まあ、ただでというのかな、そうですね、こう見るというか、そういうので出そうかなと思うんですけど、なんか消えてしまいたいと思ってる人が多いってことに気がついたんですね。だからあなたには価値があるんだってことを急がなきゃっていうちょっと緊迫感があって、だからもう本当にどこに行って配ったらいいんだろうって、駅で配ったらいいのかなとか、トラクト配るように配ったらいいのかなとか、なるほど、まあ、そんな緊急性があり、副題でだから今消えてしまいたいあなたへっていうのがついてるっていうか、つけるつもりでいるんですね。じゃあメッセージかなんかちょっと、気持ちを綴ってですかね。綴ると思いますね。そういうサイトもいくつか見つけたんです、もう1万人ぐらい登録してたりするんです。もう消えてしまいたいっていうか、自分はクズだとか、そういうの誰かは他の人にもそういうのを聞いてほしいとか、分かってほしいとか、その苦しんでいる若い人たちがすごくいることに気がついて、だからそういうところに載せるときには副題の方をタイトルにしようかなっていう感じです。いいですね。検索して見つけてもらえるように、思います。美香子さんがそのクリスチャンになったきっかけっていうのはどういった経緯なんですか？きっかけですね、きっかけで分かりやすいのはゴスペルのワークショップなんですけれども、ゴスペル、でも最初にゴスペルワークショップに行った時には私歌手よと思ってたし、もう怖かったらしいです。私なんかこう実力もないのに私歌手なのよみたいな、ちょっと活動してたからってそういう感じでこう出てった、でゴスペルはやってもいいけど宗教は真っ平だからっていう感じでいたんですが、その次に行った時にはその間にアトピーのもう凄まじい闘病があって、でその闘病はもう本当に自分をぺしゃんこにされたんですね。でもその時期が終わりかけた頃に窓から外を見てて、ふとねそれ思いなんですけども、そろそろ外へ出ていいよって言われてる気がするなって思ったんですよ。そしたらそれからもうほどなくして、その日だったかその次の日かに本当に久々に人から電話があって、でそれがゴスペルワークショップが横田基地であるよ、行ってみないっていう話だったんですよ。でこれに行くんだなと思って、だからその前に行った時はもうしっかりメイクしたりして虚勢を張ってたのが、次はもうボロボロの、知ってる人はどうしたのその顔っていうような顔ももう腫れてましたし、もうすごい今もちょっとアトピー出てますけど、もっとすごかった、もう茶色くてもうすごい感じで、もうボロボロの感じでしたけども、まあ行き、まあ、そこで神様いるんだ、教会行きたいって思ったんですね。なるほど。じゃあ本当にそういう人たちにも、ね、神様のこと知ってほしいっていう、そのアトピーの人とかですか？そうですね、まあ、こもりきりっていうかね、外に出れないような人たち、そうですね、同じように 何か理由か何か意味があるに違いないって思ったんですよ私は。今のクリスチャンになってみたら本当に全てのことに意味があるってわかるけど、その時にも何か意味があるに違いない
からと思って、あの割と前向きに苦しかったんですけど、一日一日こう日記を書き、うん、あの自分から逃げないようにしていたんですね。だからそのこもってる方もいらっしゃったら苦しいでしょうけど、引きこもりの方とか、うんうんうん、何か意味があるんだ、この先には必ず扉が開くっていうか、もうそのためにはちょっと必要なことだなんだなくらいにちょっと思ってもらえたら、ね、あの自分はダメ人間だとか、なんかそういうふうにこう違う方向へ行かずにとはすごく思います。そうですか、いやそういう経験があってね、今のきっと音楽とか、はい、その本当に声とか、そうですね、そういうのがこうね、今の活動があるんだろうなっていうふうに、うん、思います。来て出演していただいている人全員に聞いてるんですけれども、うん、あの賛美とは、はい、川田さんにとっては、はい、何ですか。賛美とは解放であり喜びであり、本当に本来の自分っていうか、それはみんな人は生きてて知らないと思うんですよ。でも神様は目的を持って作られて、で私は今賛美をするために作られたんだったんだなっていうのを受け取っているので、でだけどやっぱり賛美しながらも人目を気にしたり、そういう時期がずっとありました、うんうん、でも去年またアトピーでひどいことになって、でもそれと声帯にポリープができたんですが、そういうのなんかもその手術の日に癒されてたんですが、そういういろんなとこ通って、うん、本当にへりくだらされたというか、もうそれで何でしたっけ何の話でしたっけ、賛美とはですね、そうです、解放と喜びですよね、うん、なんかそれを通して、うん、本当に神様が見ておられる自分を取り戻すというか、うん、そして神様とは、うん、その本当に親しい関係にまた戻れる、そのやっぱり喜びですよね、うん、解放と喜び、それは今の私にとってですけど、ね、はい、なんか本当にそのね、その目の輝きというか賛美に対する本当に喜びが、伝わってきました。感謝です、本当にありがとうございます、ね、続けて、はい、多くの人にその賛美の喜びを伝える、はいはい、器としてぜひご活躍ください。ありがとうございました。番組を見てくださっている皆さん、本当にいつも、見てくださってありがとうございます。この番組の、ホームページが、あります。素敵なホームページです。ぜひご覧になってくださり、そこからですね、過去の、放送分も見ることができます。ぜひいろんな皆さんからのリクエストや感想を、ぜひお送りください。それではまた次週、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた来てください。